残りは実は390万ではなくて250万なんです。251万。こういう見方をですね、実は確定申告の時にできるようになると経営がどん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 良くなるんですね。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ、ということで今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあ、それでは本日のテーマこちらになります。どうする確定申告ということで、いよいよね、確定申告の季節になりました。まあ皆さんね、この時期になるともうね、もうめんどくさいな、領収書どこやったかなとかね、今年儲かったかどうか見るの嫌だなとかね、まあいろいろ考えられていることをたくさんあると思います。そこで今回、皆さん方がこのね、確定申告をされる時期に合わせて、もうこのどうやったら確定申告ね、スムーズにもうこうクリアするか、もしくはね、ちゃんと利益が出たならば、まあ税金をね、まあスムーズにね納めることができるか、まあそういった話をしようと思っています。で、今回ですね、まあいろいろね、皆さん方から、いや、いかに税金を払わないようにするか教えてくれとか、確定申告のやり方を教えてくれとか、いろんなねご意見あると思いますけど、まあ一度にその話ができるわけではないのですが、まあ今回はですね、特にポイントとなるこの経費に関するちょっと部分をですね、まあ皆さん方にちょっと解説しようかなと思っています。まあおそらく皆さん方がですね、思われるのが、やっぱり帳簿の付け方がちょっと分かんないようであったりとか、まあできれば税金を抑えたいんだっていう話だったり、やっぱりここでしょうね、自分の決裁書って合ってるのって。だって皆さん他の決算書、いわゆる他の人の確定申告の帳簿って見る機会ないじゃないですか。で、おかげさまで僕もこういう仕事してるんで、もうありとあらゆる決算書を見させていただいたり、もしくは事業計画を立てたり、もうほぼほぼこれが仕事なんですよね。だからいろんな確定申告の決算書を見てるんで、まあ、何が良くて何が悪いのか、何が問題で何がいいのかっていうのを、まあたくさんちょっとね見る機会が多いので、まあ、この辺もアドバイスできればなと思っています。さあ、そして、やっぱり一番あるのがね、いや今年頑張ったのになんか儲かってないなとか、やっぱり今年ね病害虫でやられたとかね、もしくは、今年ね、まあ、去年の秋口ちょっと天気良すぎて価格が暴落して儲かってないとか、まあ、いろいろあると思います。で、いろいろあると思いますけれども、まあ、まずは今日皆さん方と一緒にこの確定申告についてちょっと考えていこうと思っています。で、まず確定申告って大きく書類もう皆さんのお手元にね配られて、税務署から届いてると思いますけど、まずやっぱり一番大事なのがこの損益計算書っていうのが大事になります。で、この損益計算書っていうのを、まあ、書き上げれば大体税金いくら払えばいいのかっていうのが分かります。まあ、これがメインですね。で、その中でここに販売金額、売上っていうのがあるんですけども、この売上を出すためにこの収入計算書っていうふうに、まあ、いくらお金が入ってきたのかっていうのをこう見る欄があります。で、まず自分のところで売上いくらかが分かってないとダメですよ。で、その収入計算書の後に、まあ後というか他にもこの原価償却計算書っていうのがあります。原価償却ですね。例えばじゃあ今年トラクター買いました、500万でトラクター買いました、500万でトラクター買ったんだけども、500万が丸々経費で、引かれるわけではないですよね。まあ、500万これ原価償却年数っていうのがあって、例えば新車を買ってこれ8年で償却しますよってなれば、500万円の8年間だから、これちょっと計算しにかったな、じゃあ例えば800万の買ったとしましょう。800万のを8年間で原価償却するってことは100万ずつ経費に計上していいですよっていうような考え方になります。そして最後、貸借対象表、まあ、これがちょっとややこしいんですけども、まあ、皆さん方の帳簿の中からお金を拾ってここを記録していく。で、この損益計算書と貸借対象表、これらの表をセットで提出することによって、控除という税金を少しね安くしますよというふうな仕組みがありますので、ぜひねこれらはしっかりと書き込んで提出されてください。さあ、じゃあまずですね、今回はこの損益計算書についてちょっとお話をしようと思います。最終的にこの損益計算書がまとまれば、まあ、ほぼほぼ確定申告はまあ終わりだと思って結構です。で、その中で見なきゃいけないのが、まあ、収入の部分だったり経費の部分だったりということなんで、じゃあこの損益計算書、このまず収入と経費と所得っていうふうに分かれていますので、ちょっとそこから見ていきましょう。まず、この部分はこれが収入ですね。そして今から出てくる赤の部分、これが経費の部分になります。これが経費の部分ですね。そしてじゃあここに出てくる、差し引き金額、これは何かというと、これが言ってみれば粗利です。いわゆる売上から経費を引いた残りが粗利。
ですね。だから例えばここに2692万7784円、まあ結構2700万近く収入がありました。そして経費が1900万ぐらい経費ありました。じゃあ差し引き、787万、これが利益ですよということになります。結構いいですよね。ただ失礼しました。ただ、それがそのまんま、確定申告の税金のお支払いの対象になるわけではないです。まずここに事業主所得っていうのが397万、つまりこれは何かというと、ここ利益は、787万なんだけど、実際事業主所得っていうのは、397万、まあ約400万ですよってことになります。なぜかというと、ここに専従者給与、そうですよね、家族に払う専従者給与、まあ、家族だけとは言いませんけれども、まあ、専従者に払う、まあ、お給料がありますので、いわゆる従業員給料です。で従業員給料が390万、まあ、おそらく130万、払っているじいちゃんとばあちゃんと奥さんに130万ずつ払えば大体このくらいになります。でこの専従者給与、いわゆる家族の所得というものを、まあ、引いた残りがもうこの事業主所得になります。じゃあこの事業主所得の397万7773円に、税金がかかるのかっていうと、まあ、そういうわけではない、まあ、それは何かというと、ここに65万っていうのがあるでしょう、まあ、これ年によって変わるんですけども、まあ、この表ではこの青色申告特別控除っていうのがあるんです。この65万っていうのを差し引いた332万7773円、これがあなたの所得ですよ、つまりこれに対して税金をかけますよっていうふうな表になってるわけです。で、何の話してるかというと、結局ですね、この表っていうのはあなたはいくら利益が出たからいくら税金を払いなさいよっていう表なんです。だから経営指標とするよりも、税務署側が、まあ、いわゆる税理士側がいくら払えばいいのかっていう計算書なんですよね、これね、計算書、ここにありますよね、計算書、損益計算書、だから税金を払うための、まあ、計算書だっていうふうに思っていただければいいと思います、じゃあここで損益計算書の読み方のポイントなんですけれども、じゃあ損益計算書、これだけでは我々が何が良くて何が悪かったかが分かりませんよね。でそこで皆さん方にこの経費を3つに分解するんです、まあ、経費というか売上を、売上を3つに分解すると、この生産原価と一般販管費っていうふうに、作るためにかかったお金売るためにもしくは、生産以外にかかったお金というふうに大きく分けるんですよね。で大きく分けることによって、まあ、先ほどのやつをこう表に、いわゆる項目を分けるわけです。で項目を分ける、いわゆる勘定項目があるんですけども、この項目を分けると、もともと2546万の売り上げを分けると、作るのに1360万かかって、それ以外で930万かかって、結果事業主所得っていうのが250万ですよっていうふうな表になっています。でいや、さっきここ300万ぐらいあったよね、390万ぐらいあったよねって思われたと思うんですけど、実際の、事業主所得っていうのは250万ぐらいなんです。なんでかというと、先ほど収入金額、この2690万、これ雑収入も入ってるんですよね。雑収入、例えば補助金があったりとか、もしくは土地が売れたとか、まあ、何かしら、農業以外で得た収入も含んだ2700万なんです。でこの2700万から引いた残りが結局、この332万なわけ。だから税金って農業収入以外のものの収入も含めて税金払わなきゃいけないんです。だからここでやった400万近く所得が残ってるぞ、でもおかしいなって、お金全然ないんだけどなって、よくある話なんですよね。でそれなぜかというと、実際事業売上、いわゆる販売金額から、販売金額は実際これ2546万からその他諸々の経費を引いた残りは、実は390万ではなくて250万なんです。251万。こういう見方をですね、実は確定申告の時にできるようになると、経営がどん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 良くなるんですね、はい、つまり2500万稼ぐのに、生産するのに1300万かかりました。一般販管費、いわゆる生産すること以外でかかったお金が930万かかりました。結果として結局儲かったのが、まあ400万ではなくて、250万でした。
これが分かるようになるとですね、経営めちゃめちゃ面白いんです。経営めちゃめちゃ面白い。つまり自分の売上で生産するのにいくらかかったか、それ以外でいわゆる粗利が何パーセントあるのかっていうのを見ると、あなたがやっているそのビジネス、あなたがやっている事業というのは果たして儲かってますかっていうのが、こう如実に分かるんです。で、気をつけなきゃいけないのが、売上に対して作るために、今これ 54% でしょ、まあいい方ですよ 54%、 これが 60% 70%、 中には 80% って、いやいいですか、100円のものを売って、それ実は80円でできています、80円でできたのを売ってるのが100円、20円しか儲からない、そんな薄利多売の商売一生続けるんですかってことになるわけです。いや、それより10円20円で作ったものを100円で売る、これ原価が少ないですよね。20円でできたものが100円で売る、ね、まあまあ100歩譲って農業というのは50円でできたものを100円で売るっていうふうに、この生産原価率っていうのが大体 50% から 55% ぐらいが理想的だというふうに言われています。はい、これが理想的な、原価率だから、皆さんぜひ今度の確定申告の見て、生産に関わる費用とそれ以外で関わる費用をこう分けてみてください。で、分けてみて、この生産原価が 50% 程度だったら、わ、素晴らしい経営してますね、もう一番いいところですね、これ 45% とか、もう最高の場合 40% とか作ってる、もうボロ儲けですよね、まあ、そういったところ。そして実際自分の事業主所得っていうのが 15% あれば理想的ですよって話です。で、さらにはですね、この生産原価というのも材料費、労務費、製造費、つまり材料費のは種代、肥料代、まあなんだ、農薬代、まあ、その辺の材料費で、労務費っていうのはパートさんの給料とかもしくは先住者給与もここに入るでしょう。そして製造費っていうのは原価償却であったり、土地代だったり、まあ、水利組合の費用だったり、まあ、共済だったりと。で、一般販管費というのは、例えば農協に系統出荷されている人は、まあ、農協さん の販売手数料とか段ボール代とか運賃とか含まれます、まあ、このようにもし皆さん方が、売上の、中で何費何費何費と分けた時に、製造原価が 50% 売上、純利益が 50% だったとして、まあ、このくらいの材料費が 12% 労務費が 25% そして製造費が 18% 販管費が 35% で事業所得が 15% あるのであるならば、結構いい経営をやっているというふうになります。まあ、これが皆さん方が自分の経営は本当にうまくいってるんだろうか、それとも頑張らなきゃいけないんだろうかっていうふうな、まあ目安になりますよということになります。はい、ということで今回はですね、ちょっとささっと話しましたけれども、まあ、ちょうどね、今確定申告の時期で、まあ、皆さん聞きたいこともたくさんあるだろうと思いますので、今回次回のですね、オンラインライブ相談会、今ノービス会で月1回必ずやってるこのオンラインライブ相談会、こうちょっと聞いておやましたなんていうね、まあ、普段はオンライン飲み会みたいな懇親会っていうかね、楽しい会なんですけど、今回はちょっと趣向を変えまして、緊急企画で今度確定申告についての、まあ、相談会をですね、もういっぺんにやろうと思ってます。で、例えば確定申告の書き方、やり方、そして節税のやり方、まあ、今みたいに農業所得の上げ方とか、まあ、何でも聞いてください。で、それらを聞いて、あ、なるほど、こうやればいいんだって。で、これまだ1月の27日金曜日の19時からやりますので、確定申告の提出が始まるのは2月の10日ぐらいからでしょ。3月の10日ぐらいまでの1ヶ月間でしょ。だからまだまだ間に合いますので、ぜひ新規農業者の方や若手農業者、もしくは今年から経営を始めたとか、まあ、親から引き継いで今からちょっと確定申告やらなきゃいけないとか、まあ、親はこういうやり方やってたんだけど自分はこういうやり方やりたいとか、まあ、いろいろね、皆さん方悩むところあると思います。で、誰に聞いていいか分かんないし、なんか青色申告会とか行ってもなんか聞きにくいなっていうのもあると思うんですよね、まあ、そういったのぜひね、何でも聞いてください。で、まだね、ノビシ VIP 会に登録されてない方はですね、ちょっと改めてちょっとご登録いただきたいと思うんですけれども、今ノビシ会に登録している方はですね、ぜひ、今回1月の27日金曜日19時からやりますので、ぜひ皆さん方ね、こちらの方で、参加いただければと思っております。はい、ということで今日はね、確定申告をね、まあ、どうやっていこうかというふうなお話をさせていただきました。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。農美次会は半歩先行く農業者のオンラインコミュニティです。さあ皆さんもですね、一緒にこちらの農を耕していきませんか。私がやっているオンラインコミュニティ農美次会は無料会員でもですね、なんと173本の有料動画が見放題になります。そして、月々1100円の農美次 VIP 会員にご登録いただくとですね、さらに過去の、農業ビジネススクールの有料動画、これがですね、なんと88本見放題、つまり合計261本の動画が見放題になります。でその他ですね、月1回の農美次セミナー、そして月1回のオンラインライブ相談会も無料で参加いただきます。もちろん個別相談会もですね、初回は無料という特典もついております。さあ皆さんですね、一緒に私たちと脳を耕す、そして個別で勉強する、そういったね、半歩先行く農業者になるために農美次会一緒に勉強しませんか。まだご登録いただいていない方はですね、こちらスマートフォンで農美次で検索してください。さあこれからですね、一緒に農を耕していきましょう。